では優勝おめでとうございます、今日一日、そんなに長くない時間ですけども、皆さんといい時間を過ごせればなと思います。今日はよろしくお願いします。よーそうそうそう難しいそうそうそうじゃあお尻に回すね。OK 逆OK、じゃあ次、新脚。もう一歩。はい、逆。毎日やってるよね。はい、毎日やってる、ね。毎日やるってことはそれだけ一番大事なこと、大事なことなんで、キャッチボール、キャッチボールがまずできない人は、野球絶対うまくならないです、はい。野球やる上でキャッチボールを大事にできない人は絶対野球うまくなりません。これだけ覚えててください。で普段じゃあキャッチボール監督コーチに 何大事にしろって言われるかな。正確にどこに投げる。相手の胸に投げる。他は何かある？スナップ。そのスナップ効かせる。キャッチボールまず大事なことは、さっき言ったように相手の胸に投げること。それが基本的に。キャッチボールっていうのは実験と失敗成功の繰り返しなんで、毎球実験だと思って自分の体の使い方を、いろいろ試しながらやってほしいなと思います。あと意外と。雑にやりがちなのがキャッチボールっていうぐらいなんで、はい、野球っていうのは取らないと投げれないスポーツです。意外とキャッチっていうのをみんなおろそかにしがちなんで、キャッチも相手の投げやすいように構える、足を使う、正面に入る、もしこうそれてしまっても体をこう雑に取るんじゃなくて、これも正面やから、ボールがもしこっちに飛んできてこう取るんじゃなくて、これをこう体をこっちにボールの方に向ければそれも正面なんで、できるだけ正面に入れるように足と体を使って、投げるだけじゃなくてキャッチも大事にしてほしいなと思います。それ意識してじゃあ今からやっていきましょう。おいおいリンベーおいリンベーおいOK, that's one.
けです。取るときも、取るときも相手にここ追ってこいよって投げやすいんで、ここ追ってもいいように自分で準備して、はい、ナイスボール。なんでそこに行ったのか、次じゃあどこに投げようかとか、テニスボールは難しいと思うんで、はい、次はどこやったらあそこに胸のとこ行くかなって考えながら、はい、ライトぐらいで、よーしゃー、これ構えて、よーしゃー、取る時も相手に振ってこいよ、胸のとこ掘ってこいよ、しっかり構えて、相手がどこに行ってもいいようにしっかり構えるように。 OK、 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 大体体のラインに行ったらいいからね、上と下、ちょっと下にぶれる分とかには相手取れるから。で、自分の正面とかできるこの辺取りやすいと思ったら、できるだけ手で手添えて、手で添えてすぐ右に変えて投げれるように。当たってもいいねんけど、できるだけ取れる範囲、こんなところ、こんなところ両手で取らんでいい、こんなところ両手で取らんでいいけど、胸の胸のあたりから両手で握り替えの練習を、はい、そうそう、はい、ここに置いてこいよっていう構え、はい、こう動く構えにして取る、取る、それでも足を取る、こっちも大事にして投げるのはもういっぱい言われてる、胸投げろ、で胸投げる、胸投げる、でいかんかったらいかんかったで、次の球、あ、なんでいかんかったかな、なんで胸いったかなって考えて前に行く、はい、はい、はい、お疲れ様でした、優勝するチームあるだけあって、はい、ちょっと驚いてます。みんなすごい上手ですね、はい、まあ、言ったその足使うだとかみんな多分基本的にはできてると思いますし、特に言うことないかなと、はい、普段からいい練習してるんだなとすごい感じました、これからも毎日、キャッチボール、ちょっとまあなんかやる気ない日とかちょっとあなんかなみたいな日もあるけど、そういう日こそちょっと頑張って集中して、大事にやってほしいなと思います。じゃあ次の練習いきましょう。水飲んで、はい、はい、準備、はい、これやっとけば、抑えれる、これやっとけばストライク入るっていう答えは、ないです。人それぞれです、うん、自分の感覚で、プロ野球選手見ても多分いろんなフォームの人おるやろうし、独特の投げ方の人もおるし、それぞれの自分の一番投げやすい、自分がストライク入る感覚を、先のキャッチボールと一緒で、考えながら探していってほしいなと思います。で、まあ、その上で一番、まあ、これはまあ大体当てはまるなっていうのは、もうどうしても肩が開く、よく開く開くって言われるけども、この左肩がこう、左手がこう、なんていうかね、先にこっちに向いてしまうと、どうしても投げる、この辺で投げてしまうから、できるだけ前で投げれるように、左肩、左半身粘ってで、こう前で投げる、前で投げた方ができるだけこう、収まるところが小さくなるので、できるだけリリースポイント前で投げるように、前に投げるためにはしっかり左手、左半身を粘って投げないと絶対投げれないので、それは多分プロ野球選手大体、共通していることだと思います。はい、それぐらいですかね、それ以外は多分独特、自分の感覚、ここで投げるか、ここで投げるか、ここで投げるか、グローブの位置も自由だし、足の投げ方も自由、自分の投げ方をまず探すように、やってみてください。はい、では行きましょう。はい、めっちゃいい。おい、ナイスボール。
ダスティン・ジョンソン。ナイスボー。素晴らしい。ハンドコーチいい指導されてますね。いや本当に教えることないんですけど。すごい教えることない。投げ方も、タイミング、いろいろプロ野球やったらいろいろ見る要素はあるんやけども、バランスだとか、投げるタイミングだとかさっき言った肩開いてないかなとかあるんですけど、皆さん特に言うことなかったです。びっくりしました。さすがやっぱ優勝するチームだなと本当に思いました。まあ、これから多分、小学校上がって中学校高校と多分いろんな指導者、いろんな人に出会うと思いますけど、今の自分の感覚を信じて、そのままやってほしいなと思います。はい、ブレずにやってほしいなと思います。はいはい、特に言うことないぐらい素晴らしかったです。しっかり右足で踏ん張って、まじく作る、構える、力抜くで、足引いて、足引いて、ついて、続く、最短距離、最短距離で、出す。これ誰が言ったかな、ちょっと忘れちゃったけど、誰かが言ったのはこのグリップエンド、グリップエンドをボールにぶつけていくイメージ。あとは勝手にヘッドが変わります。そしたら、最短距離で出せるのかなとというふうには教えてもらいました。自分もこのグリップエンドでこう、グリップエンドをぶつけにいく、ぶつけにいくようなイメージで最後バーンとヘッドが変える。で、そのでヘッドを返す。その強く振ろうと思ってこう体をこう振るとどうしてもバット当たらないんで、力を抜いて、ヘッドを抜いていく、抜いていく。そう、早く強い打球を飛ばすためにはヘッドを効かさないといけないんですけど、ヘッドをいかに効かすかなんで、グリップから出して最後ヘッドをバーンって返すというイメージだけしてください。はい、それ以外は力、力、力抜いてヘッドを返す。 OK です。まあ、もちろん習い事とかいろいろあるんでできない日もありますけど、習い事ない日とかは小学校6年の時だったら 3,4 キロとか、長い日だったら5キロとかは走ってました。食べてたのはよく食べてました。本当、お腹いっぱいになるまで食べて、食べるのも大事でした。よく寝ることですかね。 4,5 年ぐらいまでは9時には寝てたんで、早く寝ないと、身長も伸びないですし、身長伸びないとプロ野球選手になれないんで、ね、身長高くないけど、まあ、なれないわけじゃないけど、なりやすいんで、はい、身長伸びたかって、背高くなりたかったら、早く、よく食べて、日中よく体を動かして、よく寝ることかなと、はい、いつも心がけていることはないですか？いつも、ピッチングで、はい、ピッチングで心がけていることは、メジャーリーグってすごい
パックというか、まあ、うるさく言われるのがファーストストライク、初球、初球0-0のカウントから、初球ストライクをということ、どんな形でもいい、ファールでも空振りでも、見逃しでも何でもいいから、とにかくストライクを取ること、が大事でよく言われています。ストライク、まあ、これもすごいデータの話になるんやけど、ファーストストライク、ワンボールノーストライクになるか、ワンストライクノーボールになるかで、その後の打率がすごく変わってきます。なので、ファーストストライクを取ることってすごいうるさく言われるんで、自分はファーストストライクを取ることを、まずは意識してます。どんな状況でもフォアボール出した後でも甘いとこ行っちゃダメって言われても、ファーストストライクを取ることをまずは心がけてます。平日家でできるあのピッチャーのトレーニングってありますか？トレーニングね、トレーニングいろいろあると思うんですけど、まあその小学生とかね、中学生のうちは筋トレとかそんなハードなトレーニングしなくていいと思うんで、怪我しないように、個人的にやってよかったなと思ってるのは、中学生の時に、中学生の時のコーチですね、そのコーチは、前田健太、前田健太さん分かることで、ね、前田健さんも指導してた、中学のコーチ、ボーイズだけど、ボーイズのコーチが、自分のチームにもいて、でその人に教えてもらったストレッチが肩甲骨のこの、トレーニングというかストレッチになるんですけど、肩甲骨こう 両手開いて、この閉じてくる時に肩甲骨分かる、はい、肩甲骨をこうぐーっと背中こう丸めて開くようにして、丸める開くで、耳より後ろでこうぐーっと上まで伸びるで、下ろすで、こうこれ、はい、こういうストレッチ、これとこういうストレッチと、バットとかなんか支えになってこういうパーセントを入れる動かすストレッチ、こういうじっくりこういう伸ばすこういうストレッチもいいんやけど、はい、これは動的ストレッチって言って、はい、こう可動域ってこの可動域出すためにすごいいいストレッチやから、でそういうのをこう日々継続することですかね。何でも日々継続することが大事なんで、まあでもおすすめとしてはその腹筋背筋とかもそんなのも大事だし、ランニングとか素振りとかももちろん大事だけど、まあ可動域出すのは一つ、簡単にじゃないけどこう球速アップする、球速とか球速くなるで怪我予防もできる、すごい、一石二鳥とか三鳥ぐらいあるぐらいいいものかなと思うんで、この肩のストレッチとか股関節のストレッチをちょっと意識して普段からやってほしいなと思います。ありがとうございます。最後言いますか？はい、どうぞ。ピッチャーやっててピンチの時とか緊張した時にリラックスする方法とか。リラックスする方法、まあ、なかなかプロに入ってもやっぱり緊張するし、緊張しないなんてことはまずないんで、プロ野球選手、どんなすごいプロ野球選手でもみんなこう本当の超一流選手とかでも、試合前のブルペンとかでこう緊張すぎておえってなってる選手もいます。絶対緊張なんかするんで、緊張するものだと思って、緊張する、あ俺今緊張してるなっていうのを、まずは分かった上 でその上で、しっかり一つコツとしては息を吐く、でそのキャッチャーとかに向かって息を吐く、息吸うとどうしても人間って息をしまうんで、息をしっかり吐き切るっていうのをすると割とまだ、まあ、リラックスはできるかなと思います。どういう食事をされて体作りをされましたか？小学校の時はもうとにかく、まあ、栄養素とかももちろん気にするのも大事だと思うんですけど、まあ、まずはしっかり量を食べれることかなと、はい、量、白米でもいいですし何でもいいんで、もちろんバランスよくっていうのは大前提になりますけど、まずしっかりご飯食べること、朝昼晩しっかり食べて、することぐらいですかね。もうその高校生とかその何ですかね、本当に筋力ついてくる、体の成長期の段階に入ってきたら、そのプロテインだとか、タンパク質ビタミンだとか、もっと細かい栄養素だとかいろいろ意識したらいいと思うんですけど、小学生とかその辺の段階ではあんまりこう栄養素とかは気にしすぎなくていいのかなと個人的には思ってます。それよりもしっかり、量を食べること、嫌いなものでちょっと食べれないっていうよりも、しっかり食べれる方がいいかなと思います。米とか
かな。あ、まあ、お米とかで、はい、全然いいと思います。お米、まあ、その日晩ご飯何でもあるでしょうから、晩ご飯をしっかり量を食べることかなと。はい、はい、正直言って、驚きました。皆さんのレベルの高さに、さすが優勝するチームだなと本気で思いましたし、ちょっと自分が困るぐらい指導する箇所があんまりなくて、もうちょっといい指導できたらなと思ったんですけど、皆さん素晴らしすぎて特に言うことなかったです。これから多分野球続けること続けない子多分いると思いますけど、プロ野球選手になりたいとかそういう子がいるなら、まずは野球好きになってほしいなと思います。野球好きになったらこれから多分中学とか高校とかで、厳しい練習とか、打てないストライク入らない抑えれない、辛いことあると思うんですけど、野球が好きだったら、どんな辛いことも耐えれるので、まずは野球を好きになってほしいなと思います。思いっきり野球楽しんで、勝つことももちろん勝った方が楽しいし、勝った方が楽しいし打てた方が楽しいし抑えれた方がもちろん楽しいんですけど、普段から野球楽しめるようにちょっと心がけて、あ、俺野球好きだなって実感してもらって毎日プレーしてもらったらなと思います。そしたら、野球好きになったら勝って上手くなると思うので、まずは野球を好きになってください。これから頑張ってください。未来のメジャーリーガーこの中からいるかもしれないので、はい、応援してます。今日はありがとうございました。よいしょ。藤原先生、刑事、ありがとうございました。よろしくシャロー、シャロー、シャロー、メジャーリーガーでも頑張ってください。シャロー、シャロー、ありがとうございました。ありがとうございました。